リベルタス・チクマ FC は長野県チク市にあるサッカークラブである。本項目ではトップチームの前身である日清女子工業サッカー部についても述べる。2017年現在、ジュニア、ジュニアユース、トップチームの3つのカテゴリーが活動しており、運営はジュニアとジュニアユースを特定非営利活動法人グリーンプレイスプロジェクトがトップチームは 一般社団法人リベルタス・チクマフットボールクラブを行っている。チクマ始発のジュニアユースサッカークラブ、リバタスフットボールクラブとして創設され、その後2009年にサッカースクールを軸とするジュニアが設立された。2015年により、前年まで活動していた日清女子工業サッカー部のクラブチーム化と同時に合併し、リベリオ・チクマ FC へ改称して再出発。 2017年より、リベルタス・チクマ FC へ解消した。日清樹脂工業サッカー部は、長野県チクマ市、羽西名郡坂木町を本拠地として活動した、日清樹脂工業のサッカー部で、現在長野県、フットボールリーグ一部に在籍するリベルタス・チクマ FC、トップチームの前身になったクラブである。1957年に創部され、1976年に、 北新越サッカーリーグに初参戦、参戦1年目で優勝すると、以降、優勝8回、2位5回、3位2回を誇る北新越サッカーリーグの競合となった。その後長らく北新越サッカーリーグに在籍したが、1993年に北新越サッカーリーグ9位となり、長野県フットボールリーグへ初降格、1997年に、 北新越サッカーリーグに復帰するが、その後、再び、長野県、フットボールリーグ一部に、降格。2007年にも、北新越フットボールリーグに、再び復帰するも、わずか1年で、長野県、フットボールリーグ一部に降格。翌年、降格した長野県、フットボールリーグ一部でも振るわず、長野県、フットボールリーグ二部へ、降格。2011年に、長野県、 フットボールリーグ一部に復帰したが、以降も、北新越フットボールリーグ二部昇格は叶わず、2014年を、もって、日清樹脂工業から独立し、クラブチーム化、同時にジュニアユースサッカークラブ、リバタスフットボールクラブと合併し、リベリオチクマ FC へ解消した。リベルタスチクマ FC は、長野県チクマ市、ハニシナ坂木町、東チクマ郡を身見村。 地区北村をホームタウンとするサッカークラブである。2015年に日清女子工業サッカー部が日清女子工業から独立し、クラブチーム化、同時にジュニアユースサッカークラブ、リバタスフットボールクラブと合併し、リベリオ地区間 FC へ解消した。クラブカラーは赤と紺で、クラブ名は合併したリバタスフットボールクラブのリバタスと当時のクラブカラーの一つであった。 赤のポルトガル語、ベルミエリオ、選挙区市内を流れるクマ川から、川のポルトガル語、リオを組み合わせた造語である。2017年4月、リベルタスクマフットボールクラブへ改称し、クラブカラーも、オレンジと緑に変更、同時に、都道府県リーグでは、珍しいマスコットキャラクターも発表された。名前は、将軍リーベ。スタッフ選手、 クラブカラーユニフォームスポンサーユニフォームサプライヤー歴代ユニフォームスポンサー年表ありがとうございます